福岡ソフトバンクホークス対福岡ソフトバンクホークスのゲーム。6回の裏、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。坂本がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。打ちました。レフト線深いところ、フェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー2塁です。バッターボックスには4番吉田。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。痛烈、これはセカンドライナー。ワンアウトランナー2塁と変わっています。バッターボックスには5番平田。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。打ちました。ショートの横抜けた。バックホームする。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー3塁1塁。無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチングを見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。引っ張った。サード取った。アウト。ワンアウトです。今日は見事な完封で白星を挙げ